どうも、河野です。今回はですね、これですって言ったって分かんないですね。これです。はい、まあ、とりあえず開けていきましょうね。よいしょ。今回ちょっと買ったのは、言ってしまうとイヤホンなんです。イヤホンマイクの、ものを買ったんですけれども、超簡素な、ね、梱包で、はい、これです。見た感じ分かんないですね。何かと言いますと、まあ開けてみましょうか。チャンチカチャン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 チカチャンチャンチャンと、はい、イヤホンマイクですね。イヤホンマイクです。これはどういうものかというと、咽頭マイク声が出にくい人なんかに向けたあのマイクで、マイク、ここがマイクなんですね。これを喉に貼り付けて喋ると、ここの喉の振動を音声として認識して、相手に伝えてくれると。だから、まあこれをあのスピーカーなんかにつなげると、スピーカーから、声がちっちゃい人、もともとちっちゃい人とか喋りにくい人、口からこう言葉が出にくい人なんかは、この喉の振動で音声として出してくれるっていうマイクなんですけど、これを、よいしょ、ベタッとね、こういうふうにつけて、で、これイヤホンね、イヤホンを、よいしょ、どうしたらいいんだ、よいしょ、こうか、ね、こうやってイヤホン挿して、スピーカーはね、これなんです。ここから、この透明なチューブを取って聞こえてくるという形のものなんですね。これね、ちょっと苦しいな、おい。あとでちょっと調整の方法をちょっと考えよう。ちょっとんで、これが、マイクのオンオフのスイッチ、受話器の上げる切るですね、スイッチになります。で、裏が、マジックテープ式で、このマジックテープがどこに入っているかといいます、こっち、ね、これにペタッと貼り付けて、硬いなこれ、まあ、指とかにね、こう邪魔にならないところにこうね、付けのこれで取ると、ね、そういうものになります。これでもな、もうちょっとなんかないかな、ね、せめてなんか手首とかその辺でこうこうがいいのかな、こうね、こうしてね、取るようにするというものになります。これでも使うとこって結構ね、あの、スパイ映画なんかね、好きな人はこう見てるんじゃないですかね。こういう風な形でね、SP の人が喋ってるというものですね。でこれが、ジャック、これ iPhone なんかに挿せるあのピンジャックですね、オーディオジャックなので、これを iPhone なんかに挿して喋ることができるというものになります。ちょっとね、実は地味に苦しい、これこれ伸びないのかな。お、伸びる。ここで少し伸びるみたいですね。おお、結構伸びるな。お、結構伸びる。あ、結構伸びるな。あ、これでなんとか。いけるみたいですね。あとはもう自分のこの首の当たり具合を確認しながら調整していけばいいかと思います。はい、これ使用感はね、ちょっとね、実際これね、なんで買ったかと言いますと、自転車乗る時のあのイヤホンが前のアップルのあの iPhone についてくる純正のイヤホンだったんですけど、突然の雨にこの間打たれまして、打たれた後ですね、片耳しか聞こえなくなっちゃったんですね。
まあ片耳だけしか聞こえないんで、まあ同じ片耳ならね、前から欲しかったこれ買おうと。これ確かステレオ音声じゃなかったと思うんですよね。モノラル音声だったと思うんですけど、ちょっとその辺ちょっとすいません、ちゃんと私確認してなかったのが悪いんですが、これにしようとね。そしたらこう自転車乗ってる時の風切り音だったりで、あと騒音がしてる中でも普通に喋れるんじゃないかということで買いました。これの使用感については、この後ちょっとね、後日ちょっと、自転車なんか乗ってみて、でちょっとそのうるさいところでちょっと試してみて、実際使用感どうなのかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。はい、今回はこれまで。はい、では、はい、これもね、これもちょっと忘れてたので、さっきのブラウンの後に撮ってるんですけれども、これ、これ感想ですね。今仲良く夜になると通話をさせていただいている方でですね、試させていただいたんですけれども、ですね、声は。やっぱこう喉から拾うからですね、ちょっとこもって聞こえると、もうこもって聞こえるとクリアじゃないよと。あ、そうと。まあ聞いてる限りはですね、片方のこの見えますかね、このイヤホンから、聞こえるんで、で意外とですね、このマイク、このこうペタッとこう貼り付けるマイクなんですが、意外と話しても聞こえると。いうことで、どうもこの喉からの音じゃねえんじゃねえかと個人的には思ってます。どうもこの高感度マイクがこの中に入ってて、まあ喉に当ててちっちゃな声でも聞こえるんじゃないかと、振動でこう伝わるとかそういうやつじゃないみたいですね。特に何ですか、喉をこう手術されて、ね、声帯を取られた方が食道を使ってこう喋る器具があるんですけど、そういう方が使うような感じのやつじゃないんじゃないのかなっていう、まあ、勝手な想像です。すいません、違うよっていう時はすいません、違うよと教えてください。まあそういう感じなのかなと個人的には思ってます。で、まあ、スイッチがね、マジックテープで、つくとこだったらどこでもつきますよという構造になってるんですが、個人的にはちょっと扱いづらいと。なのでこれはなしかなと興味本位で買ったんですけど、今ね、完全に使わずにこの状態で眠っております。なので、まあ、あと職場でですね、まあ、こういうのが好きな方、ね、物珍しいものが好きな方にちょっと試してもらったんですけど、周りもなんかいらないかなっていう状況で、ちょっとこれはですね、ニーズ選びますね、かなりね。まあでも工場なんかでね、うるさい環境で音を聞きたい、ね、相手と その通信が必要だって方には絶対いるアイテムだと思うので、個人的にはいいかな。ちょっと個人的にはなしかなっていう、ちょっとすいません結論になっちゃいましたね、これは。まあ興味のある方はこれぜひお買い求めしてみたらいいんじゃないですか。ね、スパイグッズみたいな感じで、ちょっと SP 気分とかね、味わいたいとか、あとはまあサバゲーやってる方なんかはいいかもしれませんね。てなわけで、これなんだっけ、喉マイクなんだっけ、名前忘れた、咽頭マイクか咽頭マイク付き、
ハンズフリー用イヤホンですかね、のご紹介でした。